東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震の前震本震余震の記録本震から1年間の余震回数の推移と緊急地震速報発表回数気象庁本震から3月14日20時20分までの新大分布図ゆすぐす東北地方太平洋沖地震の前震本震余震の記録では2011年3月11日14時46分に 日本の太平洋三陸沖で発生した東北地方、太平洋沖地震の前震、本震、余震、その他関連が疑われる地震について、重要なもののマグニチュード、震度などの一覧を示し、必要な解説を述べる。気象庁の発表などによると、以下の条件のいずれかに該当する前震、本震、余震、その他関連が疑われる地震は、下表の通りとなる。 規模については、気象庁マグニチュード、モーメントマグニチュードともに、気象庁による。2011年4月25日には、各々の余震の震度が訂正された。本項目では、全震、本震、余震に加え、誘発地震についても掲載する。なお、以下の節を通して、誘発地震を、気象庁や専門機関などにより個別に、誘発地震との指摘がされているもののほか、 同年4月12日に地震調査委員会が地震活動の活発化が見られると発表した16地域のうちあまり震域に含まれないもの、または本震後の1ヶ月間における気象庁の観測により、余震域以外で地震活動が高まったとされる主な14地域を震源とするものとし、いずれにも該当しない地震については掲載しない。また、地震のデータについては、 暫定値のものも含まれる。種類欄、断層欄横軸が時間、縦軸が規模である。本心を含めた予震回数の推移を示す。気象庁は、震度3以上を地震情報として発表していたが、活発な予震活動が続いているとして、2011年3月20日以降は、地震情報として、震度1以上の回数も合わせて発表した。それぞれの地震において、 震度5弱以上を観測した地域及び揺れの特徴などについて示す。震度5弱以上を観測した地域は以下の通り、3月30日と6月23日に一部の震度データが修正されている。首都圏の東京23区内ではすべての区において震度5弱もしくは5強の揺れを観測した。北海道から九州地方にかけて震度一以上を観測した。 なお、岩手県陸前高田市、道県大土町、宮城県小永川町は観測データ不足による結束扱い。小笠原諸島でも震度1を観測し、日本で体に感じる揺れがなかったのは、中国地方、四国地方、九州地方のそれぞれ一部と南西諸島のみだった。また、サハリンや千島列島のロシア設置の観測点でも揺れを観測し、 MSK 震度階級で、ユジノサハリンスクと、シャナ村で、階級4、シコタン村で、階級3を観測した。2011年3月11日、2011年3月12日から12月31日までに、2012年2013年、気象庁は2013年11月28日に、余震の最大震度を観測した、観測点のうち、石巻市、小淵浜について、 段差付近で過大な震度を観測し、防災対応上、好ましくないとして、この観測点の使用を停止した。2014年から2020年まで2021年以降、気象庁は、余震の発生確率として2011年3月13日から M7.0 以上の地震が3日以内に発生する、余震発生確率を発表した。なお、地盤の悪いところや余震が、 内陸や沿岸部で発生した場合、震度は大きくなることがあるとしている。2011年3月11日の M9.0 の地震がなかったとした場合、平常の東北から関東沿岸で M7 以上の地震が3日以内に発生する確率は0.2%程度。確率70%は平常時の約350倍、50%では約250倍となる。なお、 気象庁では2015年7月2日までの M7.0 以上の余震は9回、最大震度5強以上の余震は21回としている。また、2011年11月15日から同年12月14日で M7.0 以上の余震が発生する確率は、気象庁は15.1%と発表した。2021年3月20日に発生した宮城県沖を震源とする。 M6.9 の地震を最後に、気象庁は、同年4月1日以降に、余震域で発生した地震を余震と表現することを、取りやめることを決定した。ありがとうございます。